客が来たぞ。寝床は仏まで十分じゃ。許さない、貴様のような強欲な男が精霊な天神様の領地に攻め入るなど。アホー、精霊で飯が食えるか。精霊ならどこぞの寺で十分じゃ。ここは本願寺総本山であります。アナヤ、これは見事。戦争の筋肉が極楽浄土へ送るであります。敵将が赤子のごとく、さすがは御大将。いつのより切れているであります。うわ、戦争の頭が眩しいでありますか。どう鍛えておるわい。さらに鍛えるであります。私の美しき剣を切れ。さなる時には必要です。その手があった。私のもとに攻め入ると本願寺殿、欲に目がくらんだか。財力なものを言うのは世の習い。当然なことをしたまでじゃ。一応来福兆しである。賢女様は大金持ちの男前であります。戦場を完全に掌握している。賢女様の筋肉が照りを上げているであります。その筋力、いや筋力、そこが知れません。
拙僧が本願寺賢女である。この世に帰るものはない。うわあ、ああ、本願寺賢女、覚悟。拙僧がこの世を金一色に塗ってやるのだ。上杉龍馬のその第一歩じゃ。五人は拝むがよい。神をも震えるこの筋肉を。見苦しい。なんカレじゃ、カレじゃ、ほれ拾え、カレじゃ、カレだ。心の光に叶わぬ。一緒に待っていよ。剣士様、俺本願寺卑怯だ。これは俺の手だ。誰にも渡せねえ。お前などが御仏の名を口にするか、私が許していきませんか。上杉め、貧乏人が生言うな。これで田舎の母ちゃんに薬が足りる。本願寺の聖地を血で汚すのであるぞ。すぐにあの世に送ってやる。それまで念仏では唱えているんだ。アホ、拙僧は念仏など知るな。ほら、金でも数えていろ。いつでも帰るわい。上杉もそばつまるよ。嘘だ、そんなこと。お前の力ここで見ています。すべてをご覧に入れましょう。金の使いどころ、いや、この命はあの方のもの。ああ、剣心様。